世界初白毛の G1 勝ち馬といえばソダシ。では日本初の白毛の勝ち馬とはどの馬？はい、どうも三ヶ所冬山総帥ハッチでございます。というわけでオークスですよ。オークス世界初のね白毛の2冠牝馬ってなってくるとね、もう世界初でも何でもないよね、もうこうなってくるとね。なんだけれども、まあ白毛の系統っていうのは日本ではかなり強く広がってて、まあ言うて白雪姫の系統だよね。なんだけれども、まあ昔から結構この白毛っていうのは話題になってきたわけでね、日本初のまあ遺伝による白毛の系統から日本で初めて白毛で競馬を勝ったのが白鵬くんっていう馬ですね。白鵬くんはね、まだ元気にあの乗馬として生活をねしている様子っていうかね、そういう元気ですよっていう様子が、ソダシがね桜花賞を勝った後ツイッターなんかでもちょっと話題になってたんでね、白鵬くんでねツイッター検索してもらうとその様子がわかると思うんですけども、父が白太夫っていう、まあロングエース産駒の突然変異の白毛で、母のウィンドアポロッサはねアラブだったんでね、まあアラブ血量 12.67% かこのね、アラブ、純サラで多いとはいえね、3勝も上げたっていうのは、白鵬君自体はすごい馬だと思うんだけど、言うて守護馬の需要なんてもう、純サラの時点でね、趣味でしかないよねっていうことで、今はね、この系統ももう白毛が続かなくなっちゃってるんだけども、白雪姫の系統が日本の白毛盛り上がっていきますよという中ではね、白毛っていうのを日本に普及させたっていう功績は偉大だと思っております。まあ、というわけでオークスの予想に入っていきましょう。笛ガムズアイ予想のポイント、まあ、桜花賞の、ね、上位勢と下位勢の、ね、力の差っていうのは結構明らかになっちゃったんじゃないかなと。4着までと5着以下のこの間が3馬身となってくると、まあ一応勝負付けは済んでしまったって言えるよね。桜花賞5着以下は相当な伸びしろが見込める、まあ、伸びしろが見込める馬じゃないと狙えないなっていうふうには思っています。まあ、その分入ってくるのが、まあ、芝の2000とかその辺の距離で出走権利を取ってきた馬たちの主者ということになってくるんでね、まあその2点をしっかり考えながらね予想をしていきました。というわけで今回の軸馬なんですが、まあこんだけ白毛で盛り上げたらもうそうだよね。ネット競馬想定1番人気ソダシ、まあ1倍台の人気になってるこのネット競馬の人気順に関しては、わあ白毛だかわいいとかっていう感じのね人たちのね影響でね、まあそれはもう白鵬くんからねこうやって白毛で話題にずっとしてきた、まあそういう意味ではね初期の柳スポーツさんの功績もありつつ、まあそこからねあの金子誠氏によるこう自分の守護馬つけてきただけなのにな、自分が持ってた馬を同士を配合してきただけなのになって言いながらつけられる守護馬がキングカメハメハ黒船、まあサンデーサンクだからディープはつけられないという形でね、自分が持ってる一番いい馬はちょっと謹慎だからつけられないんだけどとかって言いながら、金亀黒船ずるいよねっていう配合でね、まあだからこそ気になるのが、まあ黒船さんね、3区って2400の距離どうなのかなってとこなんだけども、まあ三好太刀配列で言えば CT イスラボニータですらね、ダービー2着なわけですよ。まあつまり3歳春の芝2400っていうのは、まあそこまでバチバチっていうよりは、まあちょっとのスタミナがあればあとは切れ味でなんとかなってしまうというようなところで、配列 CT であればなんとかなっちゃう。まあ例えばオークスだってね、後の成績で言えば NST 賞とか勝って阪急杯3着がね、重賞ではいいとこだったローブデコルテっていう馬がね、なぜかオークス勝っちゃった。お前の適正2400じゃなくて1400だろ。まあ勝てた理由としては、桜花賞の1着2着が勝ったダイワスカーレットが熱発で回避、2着のウォッカがダービー参戦というような形でね、そういった理由もあったにせよ、まあ距離適正専用があればオークスは勝てちゃうというふうに考えると、あんまり距離不安説っていうのに取り合う必要はないと思うんですよ。まあ少なくともね、1着固定馬たんじゃいってやったらそうなってしまう危険性はちょっと出てくるんだけどね。まあ馬券圏内っていう意味では、ここのね無敗っていうことの意味、無敗の意味は昔ほど強くない。確かにこう桜花賞に出てくるまでのコースが多様化したことによって無敗では来やすくなっている、一個一個の相手関係がね薄くなっているからね、そこで全勝で来るってことの難易度は昔より簡単にはなってるんだけど、とはいえ桜花賞を勝った馬がまあオークスで距離適正距離不適ってなる可能性ってね、あのみんなが心配するよりは少ないと思うんだな。でみんなが心配するより少ないってことは、 NHK マイルカップに向かわなかった時点であんま心配ないよこれ。
まあ、確かに黒船サンクだけどね、あのキングカメハメハだったりサンデーだったりっていう形でね、オークス向きの血統が積み重ねられた上での、まあちょっと黒船だからね、まあ金子誠を信じろということで軸でいきたいと思います。まあ、そしてネット競馬想定2番人気赤い鳥の娘、そう金子誠信じるとこっち軸でもいいんだね。これね、ほんと日本の馬券って難しい。これがあのヨーロッパの方だったら同じ馬主はね、あの馬券の構成上は一括りになりますよってとこもあるみたいで、だったら簡単、金子誠軸、うん、もうほんとそれっていう感じなんだけど、ここは日本です、そうはいきません。となってくると金子誠がね出してきた2頭どっちを軸にするか、まあ、あの正直言いましょう、もうソダシが軸なのはもう POG とかそういうやつですね。まあ、だから僕もあの白毛だ可愛いで白毛指名してそっからの流れなんで、あの何もね人のこと本当は言えないんだけども、本当はね人のこと全く言えないんだけど、それは置いといて、はい、あの本当ねこれ赤い鳥の娘、確かにディープサンクでね、あの2400持つでしょう。もっと言えば国枝先生が赤い鳥の娘でアパパネじゃないや、ソダシに勝ってオークスを勝てると思ったからこそ、赤い鳥の娘でオークス勝てますよって国枝先生思ってなかったら、里のレイナスをダービーに向かわせないんじゃないかって説はあります。まあ、もちろんね国枝先生ダービー未勝利だったりするしね、まあ里野のね馬主さんも長くやってて、里見ホースカンパニー里見治さんもダービー勝てなかったりっていう事情もあるんだろうけれども、まあその上で赤い鳥の娘でオークス十分勝負になりますよっていう国枝先生のもう一押しがなければ、さすがに里のレイナスのダービー挑戦もないんじゃないかなって思うと、これ軸にもしたいんだよね。ただね、このソダシの黒船サンクだっていうことの、まあ、マイナス要素、このダービー向かないんじゃないか、オークス向かないんじゃないかみたいなところのね不安をみんな抱えてるんだったら、だったらですよ、アパパネが唯一、まあ三冠牝馬なんて言われてるけど本当は勝ってないのがオークスでしょ。あれ勝ったってどっちが先着してたか、まあドラえもんの未来百科でね、ドラえもんに頼めば答えが出てくるっていうのはね、ドラえもんの道具であった気がするけれども、まあ要は同着ってことでね、アパパネは 2.5 冠馬なわけですよ。もう史上唯一の 2.5 冠馬で、この 2.5 冠唯一勝てなかったって言っていいでしょ。まあ同着なんだから勝てなかったレースはオークスって考えた時に、まあアパパネの娘ですから一番適性がないのはオークスっていう説は出てくるわけですよね。でそう考えるとこの馬も結局は不安はあるんじゃないかな。オークスとかダービーでね天皇に出てくる馬自体僕もあんま好きじゃないんで、まあオークスだと天皇で勝ったりあったかな、まあダービーだとねもう天皇って時点でお前ダービーダメんなって言い出すんだけど、まあそんな理由でね、うん、あくまで紐までということにしたいと思います。まあ、そして3番人気ユーバーレーベンなんですが、まあ、この馬本当に3番人気、ビッグエッドファーム系の、ね、馬だってことで、まあ、ゴールドシップサンクってことで馬娘人気だったりとか、まあ、総帥の弔い馬券があるんじゃないかみたいなね、そういうことで人気してんだろう。フローラステークス3着だよ、優先出走権すら取れてないのね、もうその時点であんまり買いたくないんだけど、まあ、それでいてね今年結構レース数使ってるし、まあ、なおねこの馬の実績で言えば札幌2歳ステークス2着ってことで賞金を稼いでここで出てくることができるわけなんだけれども、まあ、ゴールドシップ3区はね札幌得意でね、去年の札幌2歳ステークスはユーバーレーベンだったんだけれども、その前がねゴールドシップ3区のワンツー初年度ね、まあ、そう考えるとね札幌2歳ステークスってねゴールドシップの庭と言ってもいいぐらいの舞台で、まあ、今年札幌2歳ステークスの動画があったらもうゴールドシップ3区にガンガンガンって印を打とうかなっていう感じでもう検討しているというか、もうそこは決めてるみたいな感じの勢いなんだけども、そこでソダシに完敗してるわけだから、自分のね一番得意なはずの決闘的に得意なはずの舞台でソダシに負けてるわけだから、うん、もう勝負付けは済んでんだよね。というわけで決していきたいと思います。まあ、そして4番人気がステラリア、まあ、この馬の忘れなぐさ賞勝ちということで、まあ、去年もね忘れなぐさ賞組が馬券に絡んだぞってことでみんなは芝2000のレースを使ってからここっていう組を重視する中でこんだけ人気してんだけれども、まあツイッターとかでねいろいろ様子を見てると多くの YouTuber さんがこの馬にね印を打ってるみたいですね。まあここは勝負ですよ、僕は消します。まあね、YouTuber って言ってもねそこはいろいろ様々なんで、まあ、確かにね2歳児の特別戦ではキングストンボーイに首差、まあ、芝 2000m でね、このキングストンボーイが青葉賞2着と1番人気で負けたんですね。まあってことはキングストンボーイ以下ってことは少なくともダービーの出走権は取れないレベルの馬ってことだよね。
まあ、そしてね、ローテ感覚で考えても、まあ、フローラステックス、トライアルを使った馬の調整っていうのは難しいよね。まあ、特にね、社大グループの馬っていうのはね、最近結構間隔を空けて調整するみたいなパターンができてきてるから、まあ、中1ヶ月半忘れな草賞組っていうのは、まあ確かに大岡賞組と同じローテではあるんだけれども、まあそこまでね、権利を取るためのこのローテーションって考えた時に、まあ、クイーンカップ6着に負けたことでここ出てきたっていうね、ローテ考えても、まあちょっと忘れな草賞組もレベル低かったし、ここは消しでいいんじゃないかななんていうふうに思っています。まあ、そして5番人気ファインルージュ、桜花賞3着ということでね、フェアリーステークスからの臨戦で桜花賞3着、これ確か印打ってたよね俺、あれどうだったっけ。まあ、フェアリーステークス組っていうのはね、まあこれフェアリーステークスの2着がホーイクセルフラワーカップ勝ったわけですよ。でフラワーカップを勝ったホーイクセルに、まあ、完勝したって考えるとね、この馬もまあ十分強いんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、桜花賞の4着までとそれ以下では3馬身の差があったことを考えると、まあ桜花賞組で本当に狙っていいのは4着馬まで、まあ、レイナスがダービー行くからその3頭をね、まずは必ず印を打とうっていうのは決めてました。まあ決めてましたというか、これは本命サイド狙うんだったら印打たなきゃいけないよね、絶対回ってくるよねっていうのに5番人気なんで、これはね、もうオッズ的には美味しい馬券。まあ母父ボストンハーバーってあたりで少し、まあ戦2でデビューさせたし、まあ戦4戦6と勝ってきてるし、距離適性が短いんじゃないかみたいなところは懸念されてるのかな。まあただね、お父さんはダービー馬ですよと。それ以前に、まあ、戦4戦6持つスタミナがあれば、まあ、オークスって案外問題ないんですよって話はね、ソダシのところでも話をした通りで、まあ、十分問題ないということで、これはね、桜花賞上位組で書いていきたいと思います。まあ、そして6番人気がクールキャット。まあ、この馬ね、持ち時計でいうとこんな人気順になる順位の馬じゃないですよね。まあ、っていうのも、まあ、フローラステークス勝ったからこその人気順ということになっちゃってます。まあね、このシルクの勝負服ノーザンファームで前哨戦勝ってって言いたいとこなんだけども、ノーザンファームの前哨戦使った組が、まあ桜花賞でどうだったかを、皐月賞でどうだったかってことをね、皆さん思い出してください。ノーザンファームの調整過程っていうのは少しね、間隔を置いて、まあしっかりそれぞれ100で仕上げてって形でやってきてるんで、ここでね、フローラステークス間隔を置いた桜花賞とオークスの間のトライアル、間隔が短すぎてダメというのはもう完璧にわかるところですね。まあフローラステークス組自体レベルが低かったというふうにも言えそうなんでね、この馬が上位人気どころか10番人気12番人気ぐらいまでかな、これ馬券検討していった中で、まあ、持ち時計のね指数評価は一番低いです。まあ乗り換わりでね、天乗りってあたりもオークスダービーってなるとこれマイナス要素なんでね、もうこれは消しでいきたいと思います。まあ、そして7番人気アールドビーブル、桜花賞5着で優先出走権を得てきた馬。まあ確かにこれはだから桜花賞の4着までと5着以下は確かに3馬身の差があるから、よほど成長が見込めるような馬じゃない限り狙いづらいよね。で5着はなんで印回ってんだって話になってくるんだけど、これね、本当はもうちょっと負け出てくれた方が、とはいえ優先出走権持ってなきゃ出れるかどうかって話になっちゃってたからね、変にヨタニレース使ったりすることになってたりするかもしれないんだけども、クイーンカップ2着赤い鳥の娘に負けたけれども、他の馬には先着したクイーンカップ2着が実は新馬勝ちの後も2戦目で桜花賞の権利を取って、キャリア2戦での桜花賞出走はきつかった。桜花賞5着って言っても、まあ、キャリア不足の影響があったんじゃないかって言ってもいい、まあ、この馬が一番伸びしろがあるだろうと、桜花賞のね、下位入選組の中では、まあ、キャリアとかね、その辺の問題で一番伸びしろはあるだろうし、2戦目で東京で重賞2着できてるってあたり、また東京、これはいいんじゃないかな。桜花賞下位組の中で一番伸びしろあるなって思って見てたら、桜花賞5着馬だからね、そこそこ人気順上位なんだよね。ここまで言わなくても、なんか桜花賞の優先出走権取った組全部印打ったみたいになっちゃったけれども、まあとにかく買いでいきたいと思います。まあ、そして8番人気ククナ、この馬はね、もう結構何戦かキャリアを積んできた上でクイーンカップそして桜花賞と2度ともアールドビーブルに先着を許してます。もうこれは勝負付けが済んだと言っても過言ではないでしょうと。クイーンカップが4着で、桜花賞が6着だったかな。まあそうなってくるとね、もう、アールドビーブルの方がククナより強いっていう風に言えちゃうし、まあましてやキャリアが浅い分、アールドビーブルの方が伸びしろもありそうなんだよね。うん。まあそうなってくると、こんだけの枠の中ではククナに馬券の印は回ってこねえ。まあククナのお母さん、クルミナルも、桜花賞2着、オークス3着と、まあ、馬券圏内の中での話ではあるんだけども、オークスの方が着順落ちてんだよね。ってことは多分マイラーで
まあ、芝2000の適性、それより長い距離の適性がある馬に、まあ、上回られてしまった、先を行かれてしまったって考えると、オークスで着順が伸びるタイプじゃないんじゃないかな。まあ、キャロットの馬なのに僕が出資してない、まあ、栗田徹厩舎か、うん、厩舎で決してだなっていうね、あのやっかみがあると思ってくれてもいいけど、まあ、普通に消します。まあ、そして9番人気スルーセブンシーズ、芝2000でね、まあ、2勝目を挙げましたと。まあ、条件戦なんであれだけれども、まあ、忘れなくさそうだろうが、フローラステークスだろうが、1勝クラスのメンバーとそんな差がないメンバーですからね、基本的にね。まあ、そう考えると、まあ、2勝目を芝2000で挙げてきたっていうのはプラスだと思います。まあ、そしてこのレースの日付が3月28日、忘れなぐさ賞、桜花賞当日4月11日や、まあ、桜花賞とオークスの間4月25日のフローラステークスと比べて、まあ、スイートピーステークスも含めてだけども、それよりね、十分間隔を空けたローテで来れてるわけですよ。まあ、特にノーザンファームの馬はそうなんだけれども、まあ、最近はもうレースの一個一個の間隔を空けて、その分万全に調整しようっていうパターンになってきてるって話はもうずっとしてんだけども、芝2000組が、まあ、ここでまたオークスで台頭するとして、まあ、その中でどういう馬が来るかなって言った時に、やっぱりこれもローテの問題って出てくるんじゃないかなと。まあ、桜花賞から直行の、まあ、桜花賞を多くしてもこれ日付決まっちゃってるからしょうがないけれども、他のレースから挑んでくるんだったら、まあ、フラワーカップか、まあ、このミモザ賞だったっけ、ミモザ賞かね、まあ、その辺桜花賞より前の芝2000からオークス万全で挑むんだったら、まあ、長めの距離から使ってきた組を狙えということで狙えるんだけども、まあ、少なくともノーザンファームのね、そういう調整を明らかに狙ってやってる牧場の馬がフローラステークスあたりからっていうのは間隔短すぎるし、だったらミモザ賞からの方が狙えるローテだろうということでね、まあ、今年もね、ソダシ、阪神ジュベナルフィリーズから直行で桜花賞、まあ、サトノレイナスもそうだったし、まあね、そんな感じで桜花賞のね、あの上位組っていうのは少し間隔空けたローテで来てる馬が、まあ、デアリングタクトもそうでしたね、エルフィンステークスか、まあ、そんな感じでスルーセブンシーズもあえてミモザ賞から直行を選んだってあたり、ここを狙ったローテかなと。距離延長というか芝2000以上の、ね、距離から、まあ、オークスに来た組としては一番信頼が置けるのはこの馬だってことでね、うん、これ軸でも本当は良かったかもしれないって感じの勢いで狙ってみたいと思っております。以上、ハッチでした。